はい、皆さんこんにちは、しんです。今日は来週3月8日、Apple のイベントがあると思われております。こちらでなんと M2 搭載13インチ MacBook Pro こちらが発表される可能性があると、こちらリーク情報出てきております。M2 チップ搭載13インチ MacBook Pro デザインは14インチ MacBook Pro と同じで、残念ながらノッチが搭載されているということです。そして日本での販売価格、税込み17,280円からというリーク情報が出てきております。次に M2 チップの構成、搭載されるシステムオンチップ、8コア CPU と10コアの GPU を搭載する Apple M2 チップになると、こちらも予想が出てきております。そしてメモリの最大は32が、ストレージ容量は最大 2TB までということです。次にタッチバー、こちらは非搭載になると出てきております。本体からはシルバー、スペースグレーの2色展開です。次にフェイスタイムカメラ、こちらは 1080p まで画質は上がるそうです。来週3月8日、Apple の発表イベント、噂通りであれば開催予定となっております。その中でこちらの13インチ MacBook Pro M2 チップ搭載、登場すれば、かなりの話題になると思います。個人的にも値段が14インチよりも安いので、買う方、多いかと思われます。はい、それでは本日の動画以上となります。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。기대만 하